はい、こちらの方が、舞台の中心となる、ラクーン市警、まあ、警察署ですね、こちらの方の入り口となっているんですけれども、両主人公ともにこのラクーンシティというところでこうゾンビの惨劇がある中でこの警察署に逃げ込んできたというところを、これからお見せしたいと思います。さあまずは普通に入っていきますね。おい、誰かいないのか。あれ、はい、これ英語じゃないですよ皆さん。これそうなんですよ、昨日まではずっとこう日本語の声優の方のご紹介はしてたんですけれども、やっぱせっかく、はい、TGS のライブショーというところで日本語バージョンを初お披露目という形になっておりますので、声優の方はレオン・S・ケネディは、シリーズの方でも何度か日本語の方を担当していただいてます、森川俊之さんの方に、していただいてます。クレアの方は、海田優子さんという形でこちらもシリーズを通してという形になりますが、はい、今見ていただいている通りかなりね警察署の中のホール、ご存知の方だとあれこんな形だったっけなと、なんか見たことは確かにあるけど全然記憶と違うぞというところを感じていただけているかなとは思うんですけれども、いろんな、環境の、形であったり、攻略の仕方というのをそのすべてを新しくさせていただいております。はい、そうですね、このバイオといえばいろいろなこう謎を解きながらどんどんこう進んでいくというところもこうゲームプレイの醍醐味にはなるんですけれども、このようなところでも随所に、謎を解くものがこうありますよというところで、こうサバイバルホラーと本当に、言葉通りいろいろな謎を解きながら、行ったり来たりしてこうヒントを探っていくという形になっていきます。さあいろいろなものも隠されているというわけですが、今ちょっとこうカメラに入ってきたこう懐かしいというようなものですかね、こうタイプライター、ね、本作その20年前の、バイオハザード2でも、アイコニックなセーブをする場所というところがあったんですけども、本作でもセーブする場所は、タイプライターという形になります。ただインクリボンみたいなセーブの数が制限されるようなことはなくて、いつどこでも何度でも、はい、セーブしていただけたらと思いますが、これ気になるところですね神田さん。なんすかこれ。そうですね、はい、PC を操作するとどうなった。ちょっと今ね、レオンがですねこの警察署の中にある、カメラの映像をちょっと調べてるんですけれども、はい、もうちょっとやばいものが。これ生存者ですか。生存者です、生存者です、ね、生存者。ただ生存者もちょっとやばい状況、やばいですね、やばいですね、はい、大丈夫ですか。これ放っとくとえらいことになりますね神田さん。そうですね、はい、ちょっとまず生存者がどこにいるのかというところを調べた上で、はい、助けに行きたいと思います。はい、お願いします。見つけないと、見つけないと。さあマップを開けて、はい、本作このような形である程度こう重要な、目標に対してはマップを開いていただけると、あ、どうやって行ったらいいのかなというような参考にすることもできます。はい、ここですね。そうですね、黄色のところですね、はい、じゃあちょっとそこまで急ぎましょう。はい、あ、ここにまずはあれですね、救急スプレーがありますんで、はい、体力を回復するアイテムですね、はいはい、救急スプレーゲットです。万が一の時には、はい、この救急スプレーが役に立ちますから。何があるか分かんないですからね、はい、さあここからちょっと怖くなる感じですかね。ちょっと黙っときましょうか。うわー、なんかやっぱすごいですねグラフィックがね。よし、本作、ウェット&ダークネスというような形でビジュアルのコンセプトを持っております。はいはい、暗がりの中を懐中電灯一つで、見えるか見えないかというところを恐る恐る進んでいただくところが随所にあるんですけれども、この懐中電灯っていうのもなんかこうちょっと怖いというか、なんかね結構なんすかねこの光の感じ、お化け屋敷的な感じで、はいはい、うわこれは神田さん、死体なんでしょうか ね、死体じゃないんでしょうかね。ただなんかね今にも動き出しそうなんですけど。そうですね、大丈夫そうですね。お、アイテムが
あの本作、まあ、ビハインドビューというシステムはバイオハザードシリーズでもバイオハザード4から、いくつかのタイトルでさせていただいているんですけれども、あの敵を倒したら弾が出るというようなシステムは、本作からは、外しておりまして、いろいろなところに、アイテムを、まあ、探していただくという形でより探索をする楽しみというところを、パワーアップさせています。ロッカー移動しましたね。どんどん先に進むと、あ、お、これ山さん、はい、あの知る人ぞ知るトイレじゃないですかこれ。はい、原作七不思議の一つ、なぜかラクーン警察署にはトイレがなかったというようなところが20年前こうずっとこう語られてまして、僕ら開発員一同もなんでトイレないんだろうねっていうような話をずっとやってたんですよ。で、まあ、今回20年ぶりに、新しく、作り直すという時にやっぱりこうトイレなくなるね。水漏れてますね。めちゃくちゃ水漏れてますよ。あのここら辺があのウェット&ダークネスのウェットな部分かもしれないですけれども、もうあの女子トイレですけど入っちゃいました、ね。はい、そうなんですよ。男子トイレ行くかなと思ったんです神田さん。女子トイレ行っちゃいました。男子トイレ入れないんでね、うん、あ、本当だ、刺されてるんだ。男子トイレはそうなってるんですね。はぁ、い、はぁ、あ、はぁ、あ、うわぁ、でも濡れてるんですね、こうやって水が、うん、バーって漏れてるのが。なんてことだ、大惨事ですね。何、あ、なんか聞こえます。開けろ、頼むからシャットを開けてくれ。ここも日本語です。さっきのモニターに映った生存者まだ大丈夫でしたね、神田さん。はい、ちょっとあの早く助けてあげないと。助けてあげてください、はい、神田さん、こっちだ早く。そっちの手も、間に合わなかった。間に合わなかったですね。あの今見ていただいてるあの表現、残酷な表現なんですけれども、セロの D レーティング相当のものを見ていただいております。ただ、本作セロの Z レーティング相当のより過激な、表現が可能になっているものもバイオハザード RE2Z バージョンとしてご用意させていただいておりますので、はいはいはい、皆様のお好みに合わせて選んでいただけたらと思っております。そうですね、はい、すげえのがガッて来たかったら絶対行きましょうって感じです、ね。はい、今ね、あ、なんすかこれ、手帳、助けられなかったんですけど、もう何か託されましたね。彼から託された。なるほど、手帳が。ただやられただけではなかったんですね彼は。これなんかさっき見たやつに似てませんか ね、はい、どこかで見たような、はいはい、感じのものが描かれていますが、こういった形で謎解きのヒントを取得して、はい、謎を解きながら進んでいくっていうのもバイオハザードの一つ の楽しみになっております。そういった要素もしっかりと入っております。うん、おお怖い、この後どうなるの。うおお、すごいですね、やっぱね、グラフィックが半端ないですね。足狙った、あっ、首いかれましたね。そうなんですよ、あの実際の時やはり先ほど言った通り、そのパワーアップさせるというところで、まあ、やっぱ噛みつくというところの表現が非常に僕らこだわっておりまして、もういろんな方向から油断していると噛みつかれます。でまたあの打つと、打たれた側も、リアクションが体に残ったり、あの動き方自体にも変化がありますし、プレイヤー側もやっぱ噛まれてしまったのに全然こう傷がないっていうのっておかしいじゃないですか。そうですよね、はい、なのでまあ噛まれた噛まれ方によってはこう体に残っていく傷というところもこう表現していっております。当たると足にもしっかりとこうバーンってなって、肩に当たると肩もリアルに血がバーンって出てくるんですね。うわぁ、まずこのやっぱウェットな感じっていうのはなんか怖いっすね。そうなんですよね、もうなんか怖いっす。まあちょっとあの怖いんでとりあえず早くとりあえずホールに。よかったです、よかったです。うわぁ、急いでください神田さん、急いでください。任せろ、あ、
なんか別の生存者が、はい、はい、助けてくれましたけれども、しばらくは誰でしょう、彼はですね、レオン・S・ケネディのまあ先輩警官になるマービン・ブラナーというあのこの警察署の中に何人かいる生き残りの一人です。まあ非常にタフガイなんですけれども、まあ明らかにお腹を押さえてて、やられてますね、襲われてたのかなと。お前は悪くない、レオン。ほぼ日本語ですね。はい、まずあのクレア見ていただくとお分かりになると思うんですけれども、あの背中に背負っているのがあのグレネードランチャーになります。あのクレア専用の、武器ですね。はい、今あの焼夷弾を、はい、しました。アイテムゲット。でなんかあのこうテーブルの上にガンパウダーがあります。はい、であのすでにあのクレアの方はあの違う種類のガンパウダーをあの所持してますので、まあ、こういう形であのガンパウダーをあの組み合わせていただくことによって、銃弾を、作ることができると。はい、これあの、はい、グレネードランチャーの弾以外にもハンドガンであったり、ね、まあ、レオン編で言ったらショットガンの弾であったり、それぞれ皆さんのこうプレーに合わせて組み合わせを考えてもらって、うんうん、リソースマネジメントを楽しんでもらえたらなと思うシステムになってます。なるほど。さあエレベーターに乗り込み、はい、ここはあの先ほど、レオン編でお見せしたあのラクーン警察署の地下のエリアになります。いやいや、懐中電灯以外のところやっぱ真っ暗なんですね。そうなんですよ。ただあの、うん、カメラが自由に動かせるので、そこまでこう自分がこう操作できなくて嫌だっていうことはなくて、こう見たいところは懐中電灯で照らせば見れる、はいはいはい、はい、という形にはなってます。なんかこう今にも来そうな感じで、ちょっと身構えちゃいますね。さあ、あ、何でしょう、これは、はい、これはですね、サブウェポン の、 あの手榴弾になります。で今回あのサブウェポンの切り替えがですね、あの L1 ボタンを押してあの、方向キーでこういう形で、今あのもともとクレアが持ってたあのサバイバルナイフと、今あの取得した手榴弾、こういう形で切り替えれる形になってます。これ万が一の時 の、 あの緊急回避アイテムとしても、ね、あの使えるようになってますので、その辺はあの後ほど、戦闘の方で皆さんにお見せできればと思ってます。はい、基本的な武器は全部リアルタイムで、操作が可能になってますもんね。はい、サブウェポンは後ほどどうなるのかご期待。あ、なんですか、あのなんだなんだ、誰かいる、明らかにゾンビじゃない、明らかにゾンビじゃないですね、生存者じゃないですかね、これ神田さん、はい、ゾンビだともっと重い音がするはずですよね、うん、さあ何だったんでしょうか。この蒸気みたいなこのガスの感じもまたね、うん、雰囲気がありますね。動かすんですか、何でしょう。ビクともしない、日本語版です。あ、お、何か横切りましたね。いるの、ね、この子は、この子はですね、何もしないから、まあ、クレアストーリーの中でも非常にストーリーの重要な部分を担っているシェリー・バーキンちゃん。はい、もうこの後のクレアとのね、あのシェリー の、 あの絡みが、はいはい、プレアのストーリーの見どころの一つですね。見どころの一つです。大きな見どころの一つになってます。そこ、すぐ後ろに、なんすか、すぐ後ろ、なんか見えましたよ、サンタさん。うわー、来た、うわー、来た、うわー、うわー、クレア落ちちゃった。さあ、さあここからが冗談きついわ、神田さんの腕の見せ所というところですね。プレイステーションブースでしっかりと神田さんが見せてくれるはずです。まあ、かなり、はいはい、本作を象徴する、モンスターということで、ゾンビとはまた違った手強さがあるんですけれども、これどう攻略していったらいいんですか。これはですね、神田さん、
まあ、いろいろなこう敵に関しては弱点であったり攻撃の仕方で、有利になったり不利になったりというところがあるので、まあ、このキャラクターだったらどこでしょうね。攻撃を与えながら多少こう敵のリアクションを見ていくことで、おお燃えました。そうなんですよ。さっきはね、銃撃ったら銃弾が体に残るのと一緒で、焼夷弾などの火をモチーフにした、武器を使うと体に炎が燃え移ると。まだ燃えてるんですかね。燃えてるかもしれないですけれども、燃えて終わった後もその燃えた後の、焼けただれた表現というのが体に残ってくるので、まあ、ダメージを与えていっているところは見て取れていくかなと思うんですけれども、さあしっかりと決めてほしい。神田さん頼みます。本日一発目のプレイステーションブースのステージです。これね、どんどん今こう背景にダメージが入っていってて、うわおうわこれは、はい、緊急回避アイテムを使いましたね、神田さん。のナイフ、はい、ナイフなんですよ。でさらにちょっとここで、うわ、はい、はい、あの緊急回避以外にもサブウェポンは通常で使うことができるので、あの場合によって使い分けていただいたらと思うんですけど、このナイフもこう一応刺してずっと残ってるんで、こいつをちゃんと倒した後は拾えるかも。はい、よかった、さっき取っといて。ここでも手榴弾で、あ、はい、手榴弾でこうやって回避できるんですね。はい、よかった。ただもうかなりお腹を抑えて、はい、神田さんの方も結構危なくなってきてますけれど、もうサブマシンガンの弾がないんで、ちょっともうハンドガンで頑張ります。はい、ハンドガンで頑張ってくれるそうです。頼みます、神田さん。このもうめちゃめちゃ怒って、あのパイプをですね壊しまくってるんで、もう視界がどあ、いた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 、本当だ、もう視界めっちゃ悪いですね。なんかちょっとこう目を当てるとリアクションが少し、そうですね、大きく変わりますね。はあはあはあ、じゃああのなんか肩ら辺にある目を狙うということですね。そうみたいですかね。やばいやばい、これはもうやばいです。アイテムがないですよ、神田さん。神田さん、神田さん大丈夫？ちょっとね、やばいです。あの本当やばいですね。神田さん、ちょっ と, ょっと、ね、あの時間かけすぎちゃいましたね。あのちょっと回復します。すいません。さあ、多くのお客さんが見守っております。ライブ配信でもたくさんの方が見てくださっております。頼みます、神田さん。お、あー、危ない、弾がない、弾が、弾がない。さあ、皆さん、神田さんへ応援の拍手をお願いいたします。お願いいたします。あ、弱いから行かないですね。もう一回行きます。神田さんへ応援の拍手をお願いいたします。ちょっとグレネードランチャーを当てます。まあ、今回のこのような戦闘でも、いろいろなところを探していただければ、先ほどのように、あの弾がまだまだあるかもしれないので、決して諦めずに頑張っていただけたらと思います。さあ、よし、いけるはず。神田さん、ああまた捕まれた。これはまずいか。やばいやばいやばい。よし、ちょっと神田さん、まだグレネードランチャーの弾残ってます。はい、残ってます。はい、ちょっと平林さん、はい、神田さん、やってくれますかね。やってくれますよ。やってくれます。やってくれる男ですか。え、神田さんはそういう男ですか。ないですか。ねえ、頼みます。やはりこのブースとしても勝利で終わりたいっす。やばい、うわ、頼む。あ、ちょっと不安になってきた。不安っす。うわ、あれ、あ、結構ね、歯応えがある感じ。歯応えありましたね、はい、グリッてきましたね今。あのここら辺ちょっと笑いが起きましたよ。はい、これもう一回やって大丈夫ですか。いけますかね、時間。え、これどういう風に指示が来るの。どういう風に指示が来るのですか。これあのガチで、あの今クリアできなかったってことです。つまりはそういうことです。そういうことですね。指示待ちです。はい、はい、指示どうすんの。あ、じゃあこっちから聞いてみる。
どうすんすか、はい、どうすんの、待って、はい、ちょっと待って、もう一回行く、もう一回 OK を、OK の合図を、ゴーサインが出ました。では神田さん、はい、あまり遊ばなくていいですから、しっかりとクリアしてください、はい、お願いします、はい、ありがとうございます、頑張ります。このステージのバタつきで、あ、ガチでクリアできなかったんだってのが分かったと思います。できる男、神田さん、無理のパートも、スキップすることはできるので、繰り返し、もう一回チャレンジするには、早く、やり直すことができるようになってます。さあ、いやね、サクッといきますか、ね、本当になかなかやっぱね、ライブってのはね難しいですよ ね、 ね、環境が違うし、ちょっとなんか見せないといけないっていう要素もあるんですよ、実は、ね、サクサクやるっていうのもあれだからっていうのでね、見せすぎちゃったか、神田さん。よし、早速燃やしました、今回は戦い方が違います。よし、神田さんの表情も変わりました。よし、いい調子。さあ平林さん、どうですか。はい、かなり本気ですね、本気で倒そうとしてる神田さんを見て、こう頑張れって応援してますか。応援してます。あ、掴まれちゃったけど、ここは大丈夫、回避アイテムがあるので、まだまだある。あ、掴まなかった、ね、掴まずに、いや来た神田さん、これが本気モード、逃しました。まだこのくらいであれば使うタイミングじゃないと読んだわけですね。さあ、先ほどのは実は僕にとっては練習だったんだ、そんなことを心で叫んでいるのでしょうか、神田さん。いや、いけるはず、ダメだダメだ、いけることを僕もイメージします。はい、さあどこだ？あ、いました。あ、でもかなり痛がってる気がするんですけどね。あ、本当ですね、なんかこう動きは悪いっす、ちょっとね。 OK、 また燃やす。痛い痛い言ってますね。気持ち悪いですね。さあ、しっかりと距離を取りつつ、やっぱこう掴まれると危ないですね。そうなんですよ、近づきすぎるのは良くないってことです。でもこう狙って打たなきゃいけないんで、うん、なかなかね、逃げてばっかりだと視界も悪くなりますし、ここのね、状況の見極めがこう戦い方かなというところなんですけれども、ちょうど今は胸らへんに当たってた感じでしたかね。そうですね、できればあの肩口ら辺に当てたいところなのか、神田さん。どこ行ったの？どっか行っちゃいました。このように日本語吹き替え版となっております。初出し日本語吹き替え版、さあどこに行った。おお、来た、うわー、嫌だ。さあどうする、神田さん。冷静に距離を取ります。狙ってるけど当たんないっすね。持ち替えた。怒るとね、早くなるんですよ。怒っております。さあ、よし、ここで手榴弾、おー、うわー、行きました。これで、これで勝利、先が見せれますね。はい、素晴らしいです。神田さんに拍手お願いします。よく手榴弾がダメージ大きい。